日韓経済人会議のためソウルを訪れている経団連の榊原会長らが朴槿惠大統領を表敬し首脳会談の早期実現を求めました。日韓の経済関係というのは非常に大事だと、良好な政府間関係というのは不可欠だと、そのためにも日韓の両国の首脳会談早期に実現をしてほしいと。経団連の榊原会長らは昨日ソウルの大統領府で朴大統領と会談し、日韓首脳会談の早期実現を求めました。これに対し朴大統領は、今政府レベルで様々な作業をしている、首脳会談に向けて良い結果が出ることを期待したいと話し、前向きな姿勢を示したということです。榊原会長は去年12月に朴大統領を表敬した時と違って、今回は朴大統領から歴史問題に関する言及が一切なかったとしています。